されたり解除されたり迷惑メールホルダーに入れられたりとかって形で全く関係が続きませんので、支出を管理したいというご相談ですね。これはお金に関してのご相談です。おすすめの方法やり方を知りたいですということですね。支出の管理具体的に教えてくださいということで、ご相談いただいてます。まあ、支出の管理ですね、これはもう具体的にということなんですけども、アナログではもう、やり方としてはですね、もう一つずつ細かいものを書き出す、まあ、100円の納豆からですね、もう高い高額なですねバイクまで、まあ、もう全て書き出すわけですね。1ヶ月のその支出をで、まあ、これを紙でやるのがめんどくさい、あと、まあ、漏れが心配だってことだったら、あのアプリでもうその都度ですね、入れていくと。でおすすめのアプリとして、まあ、マネーフォワードとかですね、家計簿アプリとしてはあるんですけども、まあ、使いやすいものを使っていただければいいんですけども、まあ、とにかく支出の管理をもう習慣化するってことですね。まあ